こんにちは、高瀬香織です。始まりました。チャンネル名あのね、まだごめん決まってないんだはい、今回はですね、少しでも高瀬香織のことを皆さんに知っていただこうと思いまして、100の質問をやってみたいと思います。興味ないとか言わないで100の質問、100個答えられるかな。まあながら聞きでもしてください、ぜひぜひ。ではでは、質問よろしくお願いします。いい？いいよ。じゃあいくよ。名前は？高瀬香織です。誕生日は？9月30日。何年生まれ？言いたくない1987年。性別は？女。年齢は？33。星座は？天秤座。血液型は？大型。好きな食べ物は？白米。好きな飲み物は？炭酸。好きな小説は？小説？小説っていうのかな。いや、山田裕介さんの本は買って読んでます。好きな漫画は？漫画読まないな。漫画なんだろう。俺物語。好きな映画は？映画、ジョニーデップさんが出てるもの。好きなアニメは？アニメなんだろう。お邪魔女ドレミ。好きな女優は？女優さん、柴咲コウさん。好きな声優は？いない。好きなモデルは？モデルさん誰だろう。最近昔はカリナさんが好きでした。好きなお笑い芸人は？お笑い芸人は東京03。好きな曲は？曲？アーティストでもいいの。浜田翔子さん。好きなテレビ番組は？テレビ番組はヒルナンデス。好きなお店は？食べ物？お店ケンタッキー好きな場所は？好きな場所、ベッドの中。あなたの職業は？フリーモデル17ライバー。休みの日にすることは？ゴロゴロ。毎朝何時に起きている？6時半。毎晩何時に寝ている？11時。出身地は？茨城県。在住地は？茨城県ちょっと出ろよ。家族構成は？家族構成、高瀬、弟、猫。家族との関係は良好？良好。家族それぞれへの気持ちは？弟ラブ、彼女できたら泣く。小学校入学前はどんな子供だった？入学前は幼稚園行きたくないって毎朝泣いてた子。小学校入学前の夢は？なんで入学前なんだろう多分ね、幼稚園の先生。小学校入学前はどんな遊びが好きだった？お裁縫。小学生の時はどんな人だった？学級委員とかやってた。小学生の時の夢は？何だったかな。多分セーラームーン。小学生の時はどんな遊びが好きだった？鉄棒ブランコ。中学生の時はどんな人だった？ネクラ。中学生の時の夢は？片思いしてる先生のお嫁さん。中学生の時はどんな遊びが好きだった？遊んでたかな。自転車でその辺プラプラしてました。中学の部活は？帰宅部。高校生の時はどんな人だった？高校デビューした。高校生の時の夢は？夢？心理学を学びたかった。高校生の時はどんな遊びが好きだった？高校生はね、カラオケかな。高校の部活は？バドミントン部。今までで一番楽しかった経験は？高校の修学旅行かな。今までで一番怒った経験は？怒った経験、私怒らないんだよね、基本的に。あんまり何に怒ったかな。いい今までで一番悲しかった経験は？猫が死んだ時。今までで一番悔しかった経験は？親戚のおばさんに言い合いで勝てなかった時。友達、家族、恋人の中で優先順位をつけるなら？友達、家族、恋人？友達。友達？うん。仕事、趣味、人間関係、地位や名誉、お金の中で優先順位をつけるなら？仕事かな。今一番興味があることは？今は YouTube。 今ハマっていることは？何がハマってるかな。いろんな副業の話を聞くこと。今の悩み事は猫がこのまま年を取ったらどうしよう。今の夢は？夢は YouTube 登録者数10万人。
今の目標は10万人1年後どうなっていたい10万人3年後どうなっていたい100万人5年後どうなっていたいうわー分かんない10年後はどうなんだろう。あ、保護猫施設を作ってたい。一番後悔していることは何？好きな人に告白できなかったこと。人を裏切った経験は？裏切った経験あるのかな。分かんない。人に裏切られた経験は？ある。恋をしたことはある？ある。今までで一番友情を感じた経験は？カメラマンさんが私のお話を聞いて泣いてくれた時。日常の中でストレスを感じる瞬間は？人に指示された時。日常の中で癒しを感じる瞬間は？猫とベッドに入ってる時。日常の中で幸せを感じる瞬間は？何が違うの？癒しか幸せかだよ。猫とこたつに入ってる時。アウトドア派はインドア派？最近はインドア派。S or M? M。 ポジティブ or ネガティブ？わあ、どっちもなんだよな。ネガティブだけど立ち直りが早い。外向的 or 内向的？外向的に見えて内向的。ストレス発散方法は？好きなだけ食べて好きなだけ寝る。実現してほしいなと思うサイエンスフィクションは何？サイエンスって何？わからない。わかんない。願い事が一つだけ叶うなら何？これ悩むよね。まあ今はごめんね、イコブって。コロナ収束。願い事が3つかなうなら？コロナ収束、宝くじ1等登録者数100万人。お金は普段何に使う？でもコスメが多いかな。その中で一番お金をかけているのは？コスメ。反対に節約したいところは？節約したいところは食。地球最後の日に何をする？友達と好きなだけ美味しいものを食べてめっちゃ騒いで猫と一緒に寝て終わる。人生最後の日に何を食べる？焼肉。タイムスリップできるならどうする？しない。自分を動物に例えるなら？猫。自分を色に例えるなら？黒。ファッションのこだわりは？少しでも体型がよく見えるようにすること。人生に求めるのは刺激か平穏か？難しいね。平穏もなんか慣れちゃうとだし、刺激でも刺激かな。友人に求める条件は？居心地がいい。友人になりやすいのはどんなタイプ？似たようなところが多い人。恋人に求める条件は？ツボが合う人。好きなタイプは？身長が高い人。死ぬまでにやってみたいことは？バンジージャンプ。1年以内に叶えたい目標は？10万人あんまさっきとか変わんなくないか。今何問目？今92。お、来た来た。3年以内に叶えたい目標は？あれ100万人5年以内に叶えたい目標は？あれそうだな。そう、17ライブの配信中にも言ってるけど、みんなでオフ会をやりたいです。10年以内に叶えたい目標は？10年以内だったら、でも一度はウェディングドレスを着たいな。どういう人に憧れる？女性？男性？どっちでもいいんじゃない？自分をしっかり持ってる人。どういう人を苦手に思う？めっちゃポジティブ。自分は周囲にどう見られていると思う？普通の人じゃない？周囲にどう見られたいと思う？わかんないいい人自分なりの生活のこだわりは？生活のこだわりは何だろうな。頑張りすぎない。人生のテーマは何？人生のテーマ、スロースローマイペース。おしまい。ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。かなりかぶった答えがかなって思うんですけど、とりあえずね、 YouTube での目標は議員の盾10万人が今のところ一番の目標なので、それを目指して頑張りたいと思います。少しは分かっていただけましたでしょうか、私のこと。ぜひね、こんなことも聞きたいよとか、こんなことやってほしいってことがあったらコメントいただけると嬉しいです。チャンネル登録、グッドボタンの方もよろしくお願いします。
そして SNS、Twitter、Facebook、Instagram の方もやってますので、そちらもチェックしてくれたら嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。